ミニ四駆超速グランプリ。こちらです。 OK、 それでは行きましょう。シグナルに注目。各マシンが一斉にスタート。まずトップに出たのはサンコフシルバーのマシン。この後の展開はどうなるのか。1コース早くも戻ってきた。現在トップは1コース。しかし2位以下のマシンも負けて、ラスト1周トップは1コース、マグナム。3コース、すぐ後ろからトップを追いかける。気の抜けない1コース、ドリーン。見事勝利したのは1コース。こちらです。 OK、 それでは行きましょう。シグナルに注目。2台での対バンレースが始まった。注目の1周目は誰がトップで踊るのか。2周目に突入。現在トップは1コース。しかしラスト1周、1コース、3コース、熾烈なトップ争いだ。1コース、ゴールイン。見事勝利したのは1コース。おめでとう。
いよいよレースが始まります。 OK、 それでは行きましょう。シグナルに注目。戦いの火蓋が切られた。まずトップに出たのは1号ブラックのマシン。注目の1周目は誰がトップで終わるのか。この後の展開はどうなるのか。レースも中盤戦。後ろのマシンもトップから離れずに食らいついている。ファイナルラップに入った。トップへ1コース、ブラックのマシン。3コース、すぐ後ろからトップを追いかける。気の抜けない展開になってきた。1コース勝利。見事勝利したのは1コース。Yeah!